プロ、松井和代側との和解成立を報告。金銭の支払いなし。ホリプロは、16日、女優、松井和代、60、との訴訟について、和解が成立したことを書面を通じ報告した。なお、和解に際し、ホリプロが松井側から金銭の支払いを受けるとの条項はないが、同社は、当社としては、目的を達することができましたので、和解に応じることといたしました。としている。同社は昨年、7月、当時、離婚騒動の渦中にあった元夫、船越英一郎、57、に対する松井の言動に対し、名誉毀損や業務妨害などを理由に、法的措置を講じると発表していた。書面では、今般、松井和義との間の訴訟が、和解により終了しましたので、ご報告いたします。と発表。和解条項については、1、松井氏が当社に対し、問題とされた表現行為に関して遺憾の意を表明するとの条項、及び、2、松井氏が当社に対し、当社の名誉権及び栄養権を侵害する行為を行わないことを確認するとの条項が、含まれています。と、報告した。また、なお、和解条項には、当社が松井氏から金銭の支払いを受けるとの条項は、入っていませんが、当社としては、目的を達することができましたので、和解に応じることといたしました。と、経緯を明かしている。